うわ、お疲れ様です。いや、うるさいうるさいうるさい。帰ってきました。早速ドンマイさんに挨拶しようかなあかんなと思って。うわー、久しぶり。相変わらずマクロス。白いな。ビリビリやんけお前服。ちょっとでかなってる。ちょっとバレました。うん、でかっ。ほんまにでかい。怖っ、めっちゃでかい。いや服ビリビリやん。でしょ。どこ行ったんですか。帰国してまだ1日。おマジそれぐらいっす。だっていやほんまに実質そうっす。俺が大学ん時、今何歳。25っす。25歳やんかい、ヒロヤ。はい、大学から25、はい、6歳まで俺そこ住んどってんけど。その町に行きます今から。地元っすか。第2の第6巻第6の地元。第6の千歳烏山っていう駅なんだけど。もう常習犯っすか。何が痴漢常習犯みたいなもんなの。常習犯っすか。いやそんな格好して。いや、ね、電車をおすすめされても、こんな格好された人に電車をおすすめされても、どういうことやりづら。やりづら、人との距離感バグってるやん今。なんでなんですか。違うアメリカ多いっすか。いやで近すぎる。あ近すぎ。いやアメリカででも結構感覚が変わりますよね。やっぱりちょっと世界観変わった。だいぶ変わった。距離感がな、距離感そんなグワーってくるタイプやったっけ。一皮も二皮も向けたら、一皮も二皮も向けて、一回りも二回りってかな。体がな、体がな、だいたいそれ精神的なこと言うねんけどな普通は。いや危ない危ない。もう3ヶ月日本語喋ってなかった。だから心配だった。いやすっごい喋れてるよ。あほんまそう。うまい。あうまいです。日本語思ってるうまいわ。Thank you。Thank you。Thank you。なんでネックレス2つ着てるんですか。なんか絞れよ1個。最近流行ったんですよ。ああ2個つけんの。そうあそうなんや。俺の中でね。ああ1個に絞ってや。いやいいの。ああありがとう。こういうのいるっしょ。うんそういうのいるし。お前あれ持ってる。パスモみたいな。スイカ。あ携帯に入ってるやタイプ。持ち。そういうのカードで持ったやついないでしょ今。えこれって関西しか使えんのじゃないですか。行こうか。行こうか。めっちゃ入ってるやん。え、お前めっちゃ入れてる。これでジュースとかも全部買うからね。うわ、キャラ変してる。おい、これが電車や、お前。これがね、うん、今から電車来るけど、風すごいから、千代田線。来た、関係に。たまには電車乗らんとあかんね。いや、乗りたいんですけどね。バリ声かけられるんですよ。そうやろ。確かにな、電車はめちゃくちゃ見られるからな。中学生でもあったのね、餌食っす。餌食やろ。うわーとか言われるやろ。お結構でかい。写真撮ったの分かるっすからね、俺のことを。ああ、盗撮するんすか。あー、カチャカチャね。この電車は使えるんですか。人が映ってなかったらいいんじゃん。あ、なるほどね。本田翼とかもやってたから。本田翼好きそうっすね。ありがとうございました。出口は左側です。これで、こっちや。着いた。あ、でも最高っすね。いや、これがいいで。あれっすけど、まだゆっくり行きたいっす。ちょっと、一回だけ降りていい。あ、いいっす。どれが、下北沢って感じなんすか。これやな。これが下北沢って感じやな。ドンマイさんに、プレゼントがあります。うん。チナ。お、嬉しい。これ何？ USC の T シャツっす。うん、おー買ってきてくれたやん。そうです、お土産。 ありがとう。何枚 T シャツあげたいねん前に。うん、 T シャツいつもくれるもんな。あげすぎでしょ。うん、お母さんびっくりするんじゃん、下北歩いてるなんか言ったら。え、下北ってどこって言われるかも。あ待って、ここめっちゃ知ってる。なんか行けんでいいですか。
え、ここ有名やで。そうなんです。うん、キッチン南海。なんかね、なんかで見た。お母さんも呼んでたやん。あ、呼んでたっす。最後ラスト何日間か。え、お母さんそのために来て、そう、会いに来て、うん、俺がサプライズで旅行連れて行ったんですよ。いろんなニューヨークとか。え、何日間ぐらい。え、お母さんですか。うん、4、5日じゃん。あ、それぐらいはいたやん。あ、そうっす。最後、最後っす。え、めっちゃ親孝行やん。いや、親孝行してなかったんで、もう今しかないなって。親孝行してるで、お前。いや、あんましてないんですよ。お前が生きてることが親孝行や。チキンライスっていう歌わかる。チキンライスがいいやちゃん。そう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 。ダウンタウンの松本人志さんが作詞してんねんけど。あ、そうなんすか。俺、浜ちゃんや思ってました。いや、歌ってんのは浜ちゃんやね。あ、そういうこと。そうで、作詞してんのは松本さんやねんけど、はい、親孝行って何って考える、でもそれを考え、お前が、はいはい、親孝行したいなと思ってるってことやろ。あ、そうですね。それがもう親孝行やねん。なるほどね。親孝行って何って考え。ちょっと秋田は下北なんもないやん。マジなんもないです。ああ、服と靴しかない。あとカレー。確かに。あと優しい人たち。何回ドンマイさん下北来たことあるんですか。ほんまに僕行ったのあっち側でしたよ。あ、ほんま。はい、ぶっちゃけ大学生の時よく来てたよ、はい、あ、そうなんですか。だからほんと10年前とか。10年前のとこめっちゃ連れてくじゃないですか。今日口開いてますよ。で、俺前歯でかいから口閉まらんねんな。え、俺も一緒っす。前歯でかいっす。うん、早く、うん、早く電車乗ろ。入ります。ひろや、家賃安そうっすね。それが結構ね、住みたい街ランキング高くて。へー。こっから寮に向かって歩いていってたんや。あ、なるほどね。帰り際、ここ帰り道。疲れた言うて。そう、腹減ったな言うて。そう、大学の時。でもこのね、ほんとこのツタヤとかもありましたよ。ツタヤとかあるんや。いや、これ昔からあります。ツタヤとかあるんや。そう、あるやろ。あるか。ここでよう立ち読みしてたな。なるほどな。うわ、練習きついっつってこう帰るやん、はい、うわーきついってなってこう帰ってる時に、はい、ここ今ここ薬局やけど、前はパチンコやったんですよ。ああ、そうなんや。で、ここでくしゃくしゃの千円札でジャグラーやって。俺も16の時それやってで、ピカーって光って、はい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 、出たんや。1000円でで、即やめや、もうわーって賢っ。即やめ。じゃあもう5000円勝ちぐらいなんよ、うん、で、そこで換金所があって、はいはい、で、換金して、で、さっきまでくしゃくしゃの千円札1枚しかなかった、はいはいはい、川端少年は、川端少年6000円手にしてるわけよ。確かに。で、ここのここ曲がってこっち来てください、ヒロヤ、はい、あれですよ。焼き鳥中屋そびえ立ってるでしょ。おー、でも雰囲気あるな。一番うまいっす。すげえ。世の中で、世の中で、世の中で一番うまい。もうやってますから。4時半まだ4時半やのに。いや、4時からやってるんです。4時スタートやのにもう結構入ってるっす。で、6000円持ってるからさ、食い放題や、そんな6000円もあれば、うん、ちょっと行こう、2人。また2人です。え、俺こっち行っていい？どこでもいいぞ。ヒロヤが中屋にいる思い出の。そう、ここが、ここね、ほんまに大学の時から練習終わりに来てました。僕生で。生、あ、すみません、ハイボールください。ハイボール、はい。じゃあ、ご注文こちらからできるので。はい、ありがとうございます。キンキンに冷えてかんない。生ビールが。うん、なるほどね。だって、うわ、確かにキンキンだ。これやばいっしょ。え、めっちゃいいじゃないですか。これやばいよ。これもキンキン。あ、こキンキンなのいいですね。やばいっしょ。これなんや。お疲れ。疲れです。さあ、ありがとう。ありがとう。3ヶ月ぶりの
日本数パーセント行く予定が本当今日もうすいません、うん、違う、全然うまいうまい朝行ってさっぱりしてこう、うんま大人っすね。俺ビール苦手なんですよ。いや絶対飲めないのうまいもん。じゃ飲んでみていいですか。めちゃくちゃうまい。なんか力は力で肉の褒め出すあそうなんですよ。あでもさあでもこれさでもこれ好きになったら困るよな。そうなのよ絶対これ中屋のうまいかも。いやうまいっしょ。いやうまいうまい。いや普通のビールと違うやんちょっと、うん、グラスもこの、うん、キンキンなわけよ。そうまたちょっと凍ってる凍ってんねん。いやうまいよ。ヒロ言ったよねこれ覚えちゃうと減量してる時に夢に出てくるんだでしょ。中屋が中屋がこれがグワーンって出てくるわけよ。で飲んだらあかん、明日計量みたいなその葛藤があるやん。明日計量の時に思い出すそう。うわいやでも腹筋にして腹筋でっかい。これ割れてるっていうよりさでかいよな腹筋が。でかいっすガリガリの 6LDK ちゃん人との距離感バグってるわ。ちょっとだけ電話して。電話してむしろ電話してほしい。お母さんか。どうせお母さんいや違う。あ、お疲れ様です。お母さんひろえです。あ、今やってる。あ、大丈夫ですか。あの人もなんだろう嬉しくてさ、ちょっとまあもう今20の喜びやん。言えねえけど20っすか。これどんな人に映っとんかな。映ってなくてもいいよ。それはダメです。面白いと映ってんだ。よし、いただきちょっと待ってな。まあまあやっぱそれがあんま良くないですね。まあまあ、まあ、まずもんちゃんに言ったけどこれぐらいで。みんな飲まへんもんな普段酒。全然飲まんす。顔も顔も知らんやつから動画見て探してって言われて本当はもっと塩かけるんだけどヒロヤの健康って気使ってる。本当はもっとかけるんだ。それぐらい気使う時と使わん時のねオンオフ、うん、せな人生損でしょ。確かに教えます教えます。そうこっちは上はこの2本で、うん、扱って下は固定っす。これっすこれもうちょい曲げてください。うんでこいつはもっと曲げてください。痛い痛い痛い。だからこのそばこおいましつけるのある。これ親指はどこ。1ヶ月ぐらいは大丈夫かなと思ったんですよ。これなら別に別にいいけど親指ここです。こういう感じだったらずっと女の子女の子女の子あ、もう大丈夫です。なひできさんに聞いてもライトの取りにやっぱね、唯一無二ちゃうんすか。諦めんねん。どういう子なんすか。例えばこうですみたいなこと言ってるらしいっすよ。マヌケータレ頼んで。マヌケータレ頼んです。はい。で言ってました。なるほど。黙った。ああ待ってバイツだわバイツだわ。国際感じっぽいっすよみたいな。この前さこの前とかもう半年前ぐらいヒルヤンチ初めて行った時さ、はい、冷蔵庫パッて開けたらさむっちゃ食材あったんやん、はい、お前むっちゃ自炊するやろ。めっちゃ自炊するなあ。外であんま食わんやん。もうえぐかったもんあのパックとかさ。そうっすね。もう飯とかめっちゃあれっすね。こだわるから。そうそうすげえよお客さん側の最後見るとか。俺34歳で、はい、食事の大切さに気づいたよ最近。最近そうだからちょっと外食減らしてんねん。なるほどね。だからもうそのなんていうの塩分の取りすぎとか、うん、そういうのとかもほんまにあの気をつけてるわけよ。本当に気をつけてる、うん、でそこをやれたやつが一流。確かに、うん、だから俺ヒロヤの冷蔵庫見た時に、はい、あの時さ
ブレイキングダウン終わって俺と試合やって終わったばっかりやったから、別にまだお前ライジンでそんな勝ったりもしてなかった時やん。そうです、そうそう、まあ言ったらディープでも負けて負け越し出た時でも俺冷蔵庫見た時に、あ、こいつプロやって思ったよ。思わすかいやだからそのなんていうの、俺冷蔵庫やと思うねん全て、プロかプロじゃないか。あ、なるほどね。ぶっちゃけぶっちゃけ、うん、お前プロだよ。いやー、まあまあね、そうっす、ビビるよ、あの冷蔵庫見たら。あの冷蔵庫見たら多分ビビるっす。マジでビビる。やっぱ主婦かみたいな。そう、全部もうつきつ、もうすごいやん、ぎゅうぎゅうやん。そう、ビビるよ。上下関係とか、まあ部活動したことないもんな。そうっす、ぶっちゃけ俺ってもう部活動育ちやから、はいはい、生まれてからずっと、はい、まあ、今でもそうやし、まあ、上下関係みたいなところにおるやん。まああるけどな、実際あるけど、そうなった時に、まあ、上下関係あんまり知らんやん、ね、知らんっていうか、まあ、できてんねんけど、そういう環境におらんかったら全寮制の学校とか行ってないやん。そうだから部活動やってないやん、高校とかさ、大学とか、まあ、行ってないやんか。先輩後輩の文化が格闘技ってそこまでないの、まあ、強さが結構すべてみたいな、逆に分かりやすいんだけど、まあ、柔道界とかってアマチュアスポーツって、まあ、上下関係の世界なの大体ってなった時に、お酒とか飲んでると、寄ってきたりとかすると先輩がそのお前女の子を呼べよとか、はい、なるらしい。ああ、なるほど。でそうだからそのなるらしい。だから酒飲んでくると なるらしい。なるほどね。だからお前女子友達いないんかみたいな、あ結構あんねん。そうなんか、そうなんか先輩後輩で、はい、いや その文化が格闘技でないやろ。確かにないっすね、うん、ないやろ。その例えばさ、朝倉未来さんがさ、お前をちょっとヒロや女の子呼べよとかないやん。絶対ないっす、絶対ないやんか。柔道界はあんねん。なるほどね。いやまあでもまあまあ、もちろん地元の方やったら割とあるんかもしれないですね。だから、大体朝倉未来さんとかやったら、パッてヒロヤが行った時に、朝倉さんがの知り合いの女の子がいたりとかさ、まあ、ぶっちゃけそういうのはあるかもしれん。ね、まあ、いたらその言えないけど、まあ、そういうのはあるかもしれないけど、朝倉さんが、おヒロヤ、女の子呼ばんかい、合コンセッティングせんかい、みたいなのはないやん。絶対ないです。絶対ないやん。絶対です。あるんよな、柔道界って。そうなんですよ。ダサくないですか。うん、いやダサくはないけど、うん、だからそこは文化の違いというかさ。まあでも確かに、あいやまあでもそうっすね。でも時代みたいなもんっすよ。まあ確かにそう。絶対だって昔だったらそうっすよ。そう、どこでも後輩が用意するみたいな。絶対そうっすよ、接待するみたいな。そうだから先輩おごってもらうから後輩って。ああ、なるほどね。先輩とかも女の子用意しましたみたいなね。いや、わかります、わかります。ザって感じですね。そう、その部活動、そう、それがやっぱ部活動でさ。でも確かにそう。